こんばんは。12月17日金曜日夜6時を回りました。リビードタイムです。パーソナリティのアイゼンです。アシスタントの姉です。ぬるっとあれあれあれどあれ、ぬるっとさん今日どうしたんですか。なんか、2週間お休みいただいてて、はいはい、今週も休みもらえると思ったのに、はいなんか呼ばれました、なんか呼ばれましたね。引っ張り出されましたね。引っ張り出されました、はい、それはご愁傷様でございました。またこうやって早く使われるんですよこうやって、うん、まあ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 だよね。ふじゃないよ、ふじゃないよ何をしてるんだ。はい、休みました。はい、はい、そうですね。はい、そんなぬるっとさんでございますけれども、はいね、はい、そうですよ。そんなぬるぬるしててもあれですよ、このラジオあれだよ、あの泉の駅ビルとかで結構なボリュームでかかってんで。皆さんこんばんは、ぬるっと姉です。よろしくお願いします。元気なカットはしません。はい、皆さん聞いてますか、はい、泉の皆さん、運転中の皆さん、今日もご苦労様です。姉と申します。よろしくお願いいたします。名前だけは覚えて帰ってね。あー、そうですね、今ね、途中から元気なところから聞いてくれてたらよかったと思いますけどね。カットで、しませんさあしません。はい、はい、てなわけでございますけどね、はい、はい、ちょうど先週の放送の時は我々石巻におりまして。あ、そうでした。はい、あ、お疲れ様でした。いや、どうもお疲れ様でございました。はい、はい、ね、スリーテックっていうね、とても、はい、素敵な石巻の、結構大きな会社ですよ。そうですね、土建屋さん、はいね、大手の建設会社さんになります。はい、はいはい、忘年会に呼んでいただきましてですね、はい、はい、あれやこれやいろいろやってまいりまして。大変でしたよ。うん、大変でしたね。まあ、忘年会の現場はどこも大変ですよ。いや、格段に大変でした。そういうもんです。宴会はそうだから。どうなの、大変なの。大変でした。ね、はい、いいんです。それでね、皆さん楽しんでいただければね、いいんです。宴会ですから、年のことは忘れていただかないと思います。はい。ね。はい、てなわけでですね、あれ、姉様は何やったんだっけ、ホムラさんとかやったんだっけ。あ、そうです。ホムラとそばかすと MC をやらせていただきました。うん、はい、そうね。なんか、はい、司会もなかなか板についておりまして。板についておりまして、あ、またそれとから時計が、ね、なんかいろいろこうそういう MC 的な仕事もやってたんでしょ。はい、あ、そうですそうです。もともとは MC の仕事をなんとなんとしておりました。こんな感じですが、はい、その実力を、はい、十分に発揮していただけまして、はい、ありがとうございます、はい、ね、素敵な忘年会になったのではないかなと、はい、はい、思いました。真面目に仕事してましたよね。はい、いや、まあ、それ、だって、それは、うん、そうだね、そうだねって、そりゃそうでしょう。こんな感じじゃないですよね。そりゃそうですよ。ちゃんと仕事しますよ。ね、真面目に仕事してましたよね。そうするときはするんですよ。ね。うん、はい。しましたよ、みんな。はい、そう、こんな姉様でも、ね、はい、はい、ぬるっととか言ってますけど、言ってましたけど、あそこはカットはカットしませんからね。もう、あれですよ、ちゃんとバリバッチリ流しちゃってますからね、あれね。あ、ほら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 、はい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 、間違えないね。はい、そろそろ読みますか。じゃあ、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、この番組は台湾インターから車で5分、ミシュランガイドにも載っているメンハウス木漏れ日。木漏れ日、今あれです、あ、そうだ、今日明日あれ6周年記念ラーメンですよ。はい、へえ、うん、どんなラーメンなんですか。いろいろね、素材を厳選して、本当に木漏れ日らしい、この、はい、なんていうか、こう、こう、すごい派手にこうバーンってやつじゃなくて、本当にね、はい、なんていうか、こう素材の良さが際立つ、はい、いい感じのやつです。繊細な感じですね。はい、はい、ぜひぜひ、はいはい、お近くの方はぜひ、はいはいはい、新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ。あ、全部言うんだ。車内ゾート何ですか。いや、次行きますね。はい、はい、どうぞ、はい、はい、地下鉄高等大公園から徒歩2分、ハンチャー教室の中心にレッスン受付中、仙台の音楽教室ならロックアンミュージックスクールの提供でお送りします。はい、いやさ、あそこさ、あれだよ、やっぱさ、一回はさ、姉さんもサンライズボート言った方がいいと思うな。どうしてですか。え、いやだってさ、ほら、ちゃんとさ、やっぱそこはこうさ、皆様にお伝えしたいところじゃないですか。それでは一旦 CM でーす。
系のココダは僕たちペットと同じように車もご主人様のために一生懸命なんだわ。だけど毎日疲労は溜まっていくんだわ。もしもの前に定期点検を、愛する家族を守るためにだわ。サンデーショート、はい、はい、というわけでですね、はい、あれ様、大丈夫ですか？大丈夫ですよ。大丈夫、なんかこう、パチパチ音が聞こえてるような気がしました、ね。気のせいです。気のせいですか？気のせいですね。まさか収録中に爪を切ってるなんて。まさかね。まさかね。まさかね。そんなわけで、ね。合間のブランクでそんなことするわけないじゃないですか。はい、そうですよね。はい。はい、はい、というわけでございますけど。はい。さあ、そんなわけでですね。はい。はい、まあ、今週も占い師のジェニコ姉様は、ちょっと遠洋漁業に行って、今頃カニでも取ってらっしゃるんじゃないのかなというとこなんですけれども。はい。はい、今週もですね。はい、皆様の一週間の運勢という名の運命をバッチリお預かりしておりますので。はい。はい。でね、今回はですね。はい。まあ、例によって僕も中身は全くまだ未開封なんですけど、はい、ジェニコ姉からことづてというか、怖い。なんかね、いや、あ、大当たりが一個あるらしい。引かなきゃ。いや、そうだからね。ボーナス引かなきゃ。お、そうなの、なんか、でも別にそういう、なんか出ててもさ、別に言わないんだけど、はい、今回はなんか大当たりがあるっつって。じゃ結構な大当たりなんですね。いや、多分今まで、中では最高クラスの大当たりかもしれないし、わかんないけど。引かなきゃ。いや、でもさ、俺さ、こういうこと言うとさ、はい、これ、ね、二人して引かないっていうさ、番組的にさ、ね、一番おもんない。どうなのっていうのを引き当てて、そういうものを引き当ててしまいそうな自分がいてですね、はい、ちょっとドキドキでございますけどね、はい、ぜひそこはリスナーの皆様に大当たり引いていただいて、はい、はい、番組的にどうかわかんないですけど、はい、はい、ということでございます。さあ、じゃあ行ってみようかな。はい。はい、それでは、参りましょう。ジェニコ先生の、週刊運命コーコーナ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 ー、すみません、セルフエコーやめていただいて。違います、ディレイです。ディレイとかそんな大したもんじゃないです、今の。セルフエコーです。ディレイです。はい。はい。はい。まあいいじゃないですか。結局俺がいろいろやるんだから、ここはさ。まあ、そうですけどね。はい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 。なのにセルフで。はい。そんなこともあるんですよ。はい。ね。さあ、というわけで、ね。はい。じゃあ、果たして我々は当たりを引けるのであろうか。はい。いつからか占いが当たりのコーナーに。いや、本当だよ。はい。いや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 ね。はい、さあ、では行ってみましょうかね。いざ勝負。いざ勝負。はい、では皆様いいですか、リスナーの皆様。はい、これから4つの動物さんいますからね。はい、ピンときた動物さんを選んでください。これであなたの1週間が決まっちゃいますよ。はい、いいですか。はい、はい、いきますよ。はい、この中から選んでください。カメさん、ゾウさん、ウサギさん、パンダさん。はい、どれ。ウサギ。え、マジで。どういうことですか。いや、俺もちょっとウサギだったんだけど、番組的に面白くないな。ちょっと次はね、俺うさぎ、時点はパンダでした。なるほど、私もそうです。なんで。まあいいよ、俺ポンダでいいよ。わかりました。よし、さあ、じゃあどうなるでしょうか。さあ、では行きましょう。では亀さん、亀さん、はい、亀さんを、引いた選んだ。はい、そこのあなた。さあどうだ、さあどうだ。おあれもこれも時間が何本あっても足りない状況になりそう。これいつもの俺じゃないかよ、これ。危ねー。危ねー。来
気持ちが先走ってしまうので体調管理だけ気をつけてください。焦らず落ち着けばうまいこといきそうです。ああ、まあまあうまいこといきそうですにつながってる。はい、ああ、はい、ラッキーアイテムがあります。キャンドル、ああまあ季節柄、ね、はい、キャンドルね、ろうそくですよね。はい、はい、これなんか普通に普段の俺なんですけどあれもこれも時間が何本あっても足りない状況になってます。はい、はい、はい、なってますよ。はい、というわけで亀さん、はい、ろうそくを、片手に頑張ってください。頑張ってください。さあでは次行きましょう。ゾウさん、さあこれわかんない、字面がちょっと少ないから違うかもしれないということはどっちかが、どっちかがね、はい、いやわかんないよ、パッと、はい、あー違う、これだ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 よ、これ、マジで、順番も最悪ですよ。最悪だ、最悪だね。まあ、行きましょう、おめでとうございますって書いてある。何をもつかめる強運、迷うことなかれ突き進んでね、ハートマーク。こ、マジかー。え、ちょっと取り直ししません？取り直し、ダメです。ダメです。マジかー。ここカットで。いやー、くそ、カットしてええけど、それ、いやー、くそ。そう、いいなぁ、ゾウさん、選んだ。ゾウさん、全然俺今回1ミリも。いや、もう1ミリもピンとこなかったです。そう、来なかった。やべえ。はい、ラッキーアイテムはですね、鳥の羽モチーフのものだそうです。マジで？なんてこった。もう時すでに遅しですね。遅しですね。はい、いやこれさ、だからさ、はい、いやパッと見こうね、字面がちょっとほらこれ本当一応短いのよ、なんか一番、はい、一番かどうかわかんないけど、はい、本当になんかだから。あのそうでもないと思ったらこうシンプルに、なるほど、言うことなしってことです ね、 でですね、アドバイスも特にないからい、その分字面がなかったんですきっと。いやー、くそー、ゾウめ体でけくせにこんちくただのゾウの悪口でしたはい、じゃあまあそんなわけで、はい、じゃあ配線処理いきましょうか。はい、いきましょうか。はい、じゃあうさぎさんを選んだ、はい、姉様、はい、はい、あれちょっと、あれから、もう行きやばいですね、イライラ多めになりそう。ドカーン、ドカーン下手に喧嘩売ってたり、トラブルに巻き込まれることのないように慎重に、はい、じっくり話すことを大事にすれば回避できそうです。もうお母さんのお腹の中からやり直すしかないです、その話はあー、なんかそういう話なんかちらほら聞いたような気がしますよ。お母さんのお腹にもう戻るしかないです。あー、何かお忘れになった感じですか。そうです。あー、なるほどね忘れてきたみたいです。あー、それはちょっと残念ですね。はい、はい、というわけでラッキーカラーです、これはね。はい、はい、あー、でもこれはワイン色だそうです。ワイン色。はい。まあ。まあ。まあまあまあ。まあ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 。まあ、平たく言えば、あれ、ワインレッドみたいな感じで。あ、いや、そう、ワインレッド。そう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 。余裕ですね。ワインレッドなものはたくさん、所持しておりますので。そうだね。はい。はい。そこにかけるしかない。はい。ぜひ、それで、イライラ回避に。はい、喧嘩に。赤ってイライラする色。いや、そうだ、そうだね。注意とか危険とかそういう色。そうだね。はい、落ち着いてください。落ち着きます。また今週も落ち着くのか。さあ、というわけで、じゃあ、はい、は私の、はい、パンダ行ってみましょうか。はい、パンダさん。はい、パンダさん選んだ、そこなんだ。はい。おろくないかもな。とことん頑張りの効く時期です。そんな途中で投げ出さない忍耐力も試されるのでひたすら頑張ってください。ああ、もう、まあ、もう頑張ることは慣れてますよ。ハングリー精神ね。はい、はい、頑張りの責任はちゃんとゴールが待ってます。やった。ああ、悪くねえな。あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、ラッキーカラー黄色だって。黄色、黄色か、何かあるかな。黄色ね。レモン。ああ、レモンは好きですね。はい、レモンは結構常備されてますし、はい、もう塩レモンだったらもう常に入ってますし。へえ。はい。そうです。じゃあ、 あれですね。はい、レモンをたくさん摂取するしかないですね。うん、そうだね。あ、しかもほら、あれだ、今ほら、柚子の収穫の時期でございまして。はい。そう、ちょうど来週あたり、木漏れ日の方に持っていこうかなと思って。うわ、いいなぁ。よし。よし、黄色な。うん。はい。じゃあ、頑張って柚子取ろう。
はい、はい、黄色いですかね、はい、大きな枠で言えばよ、大丈夫、はい、ジェニコ・レイのこの占いはざっくりですから、そう、解釈が広いことで有名ですから。なるほど、はい、きっとユズの色も黄色だと言い張れば、はい、はい、許してくれるはずです。くれるかな、お願いしますよ、ね、はい、というわけでございました。さて、はい、はい、というわけなんですけど、はい、ね、もう12月ももうそろそろ終わりに近づいておりまして、何やらお忙しそうな姉様でございますけど、はい、さようでございます。私、はい、12月30日に東京の大塚ハーツネクストさんでライブやらせていただきます。はい、で、本日はそちらの中から、一曲。はい。流させていただければと思うんですけど。はい。はい、これ今、後ろで再開はなってますかね？まあ、そういうことになるんでしょうよ。はい。はい、ちょっと冬の季節になったので、以前、うん、名古屋の美人シンガーの、はい、ちかさんとコラボをさせていただいた再開をちょっと、後ろで流させていただいてます。はい、こちらもよろしければ、YouTube チャンネルございますので、そちらで聞いてください。はい。はい。で、ライブの話戻りますね。で、ライブなんですけど、実は本当は、グレンゲをやろうと思ってたんですよ、私。おう、おう。グレンゲをやろうと思ってたんですけど、でも、あ、ちょっと待てよ、と。うん、あれ、この曲、前回、結構その、ゴールデンウィーク前とかで、あ、違う、オリンピック前だったんですね。うん、オリンピック前とかで、その、見に来たくても見に来れなかった方が多かった時に、一曲、ちょっと私の、こう、思い出の曲というか、はあ、周年で使ったような、素敵な楽曲がございまして、うん、はい、そちらちょっと見たくても見れなかったファンの方々が結構いらっしゃったので、はい、それも踏まえて、じゃあ今回も、ちょっとグレンゲは今回はやめて、はあ、年末ですし、はい、まあ、節目だってことで、はい、この曲を持っていこうっていうことに自分の中で、はい、姉会議で決定いたしました。はい。はい、決定された、はい、決定されました、はい、それではちょっと早速流させていただければと思います、はい、それでは聞いてください、姉カバーでユニバース。叶わない夢は奏でては、夜かけるまで笑い合って、大人になっていくんだよ、僕たちはきっと夢中だらけの生命体、月も雲さえも奪い取って、手のひらで回して撃て、主人公は君さ、君だけのストーリー、クリアできるのも君だけ、して悔しくなったって、瞳閉じてごまかせばいいやって、でもね君はそんな弱気だった僕をいつも励ましてくれたんだ、人は一人、君は君だから、違うとこがあるのが当然なんだ、だからこの先にある未来は当然君だけのものさ、星の数ほどある可能性を夜が明けるまで語り合って、何かを掴んでいくんだよ、僕たちはきっと希望を気持ち雲さえも奪い取って、手のひらで回して撃て、 Whoa! 主人
3番系のココだわ。突然ですが、お車にお乗りの皆さんにクイズだわん。定期的な車のメンテナンスで半年に一度欠かせないことといえば、そう、エンジンオイルの交換だわん。定期的なオイル交換でお車を長く大事に、サンライズオートがお手伝いするわん。サンライズオート、はい、というわけで、ユニバース聴いていただきました。はい、ありがとうございました。はい。はい。で、こちらの曲なんですけど、はい、私、今回のイベントで、こちらの曲を含めて、なんと10曲踊ります。おう、それは、ちょっと、すごいな。すごいな。もう、きつい、うん、死ぬね。よく踊れるね。いや、しかも、ちょっと、根性として、うん、これ本当に、認めていただきたいのが、はあ、私、病み上がりなんですよ。知ってました？あー、そういえば、そんなこともあったそんなこともあった。ま、そうだ。そうです。一発目のライブが、スリーテックさんでの、うんうん、ライブ、させていただいて、うん、で、踊ってみたの、一発目、こちらなんですよ。あー、そうだね、はい。そうだね。救急車事件ありましたね、それ、ね。ありました。はい、はい、はい、はい。で、もう、うん、スリーテックさんの現場と、結構もう11月ぐらいからもうずっと、末ぐらいからバタ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 ずーっとしてて、うん、で、もう12月入ってもずーっと、ずーっとバタバタしてて、ずーっと練習してます。あー、そうだね。もうこんだけやるとなるとそうなるね。大変だね。いやー、辛いし、もう踊ってないともう気が狂いそうです。心配で。わ、はいはい、かります？この感覚。まあまあ、それはね、練習をしないとね。はい。うん。はい、そんなアレさんもぜひ皆さん見に行ってちょうだいね。はい。で、今回なんですけど、うん、こちらの今回のイベントで、私もよく仲良くさせていただいている、エンリちゃんっていう踊り手さんが、はい、今回、踊り手を卒業することになりました。はい。なので、まあ、ちょっと私もすごく仲がいい演者さんなので、よかったらエンリちゃんも注目して見ていただければめちゃくちゃ嬉しいです。はい、でした。はい。はい、で、最後にこちらの、詳細を私の方からお話しさせていただければと思います。はい。Dスタージャンクション、ボリューム37。21年の12月の30日、木曜日、大塚ハーツネクストさんで、行われます。参加します。出演します。はい。11時10分オープン。11時30分からスタートです。はい、で、2部が16時10分からオープン。スタートが16時30分からのスタートになります。こちらのチケットが、ティゲットっていう、システム。のところと、私からも、取り置きができるようになっておりますので、まだの方はぜひ、私までお声掛けください。はい。はい。はい。で、ちなみになんですけど、整理番号がティゲットの方が早いので、前の方で見たいよっていう方は、ティゲットから多分通っていただいた方が早いかなとは思います。なるほど。はい。はい。ぜひ皆さん、何らかの手段で、何らかの手段で。してください。はい。お待ちしてます。はい。というわけでございました。はい。はい。というわけでね、はい。今週もあっという間に過ぎ去ってまいりましたけれども、ね。はい。いやね、もうぼちぼち繰りそう。だからあれですよ。そうそう。今月はあれですよ。エンディングがサンタだから。長いサンタの曲ですか？長い。長くないよ。全然短いよ。全然短いよ。ほんと短いよ。本田先生とご一緒にお作り。そうです、そうです、そうです。はい。そこの間スリーテックのとこでもね、はい、映像付きでやってまいりましたね。いや、なんか本当に二人のカラーが出ている曲ですよね、これ。いやね、あれはね、詩を見ていただきたい、珍しく。はい。はい、というわけで、YouTube で皆さん、探してください。はい、I'll be your Santa Claus Tonight でございます。はい。はい、というわけで、まあ、寒くもなってまいりましたので、皆さんはね、はい、体には気をつけて。体には気をつけるんだよ。だよ。はい。じゃあ、元気に行ってみよう。はい、どうぞ。はい、この番組は、台湾インターから車で5分、ミシュランガイドにも載っているメイハウス、コモレビ。コモレビ。
新車購入に中古車購入、車検から日々のメンテナンスまで、車のことなら何でもお任せ。サンライズオート、サンライズオート地下鉄高等大公園駅から徒歩2分、本庁教室を中心にレッスン受付中。仙台の音楽教室ならロックミュージックスクールの提供でお送りしました。はい、というわけでございました。はい、はい、ね、じゃあもう今年も残すところもうあと半月ぐらいでございますけどね。本当ですね。いや早いわ早いわ。まあ本当に市バスってもうあの市が走ると書いて、はいはい、市バスですから。はい、はい、姉様も走っております。走ってます。はい結構マジ走ってます。はい、このまま走り切れますように。はいはい、それでは皆様良い週末を。お過ごしください。また来週、バイバイ。バイバイ。Just for you tonight, surely God will forgive me this holy night. Love is coming again this year. Yes, John.